海の始まり、目黒蓮主演の、月9、最終回視聴率 9.5% 番組最高でフィニッシュ。人気グループ、スノーマンの目黒蓮さん主演を務めるフジテレビ系、月9、ドラマ、海の始まり、月曜午後9時の最終第12話が、9月23日に放送され、平均視聴率、ビデオリサーチ調べ、関東地区以下同、は世帯 9.5%、個人 5.4% だったことが分かった。第2話、7月8日放送の世帯 8.1%、個人 4.7%、第10話、9月9日放送の世帯 8.1%、個人 4.6% を上回り、番組最高の数字で有終の美を飾った。ドラマは、脚本が生方美久さん、演出が風間大輝さん、プロデュースが村瀬健さんと、目黒さんが出演した2022年10月期の、サイレント、チームが再集結し、親子の愛をテーマに書く完全オリジナル作品。目黒さんは月9初主演で、父親役に初挑戦し、有村架純さんと共演する。第12話では、すれ違いから別々に過ごしていた夏、目黒さんと海、泉谷聖奈ちゃんが和解し、再び一緒に暮らし始め、タイトル回収も話題となった。